もう、え？みたいな。嘘やろ、自覚症状ないのになんで？みたいな。そっちの方が大きくって。え、ちょっと待って。家族と一緒に来いって、ガンみたいな。そっから、あ、本当にテレビであるみたいな感じで告知されるんやね、とか言って。で、一緒にいたらやっぱガンで、みたいな。で、ガンセンターの方に、転院して、みたいな。トン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 って話が、もう手術しますねとかになって、もう腹くくるしかないですよね、がんに。もううちの母もがんだったんで なんで、ああ、がんだったんだなみたいな。まあいつかなると思ってたんですよ、けど早かったなっていうのが印象ですね。最初異形成って言われとって、でそっから、まあ、半年に1回、まあね、地元の病院で見てて、じゃあもうちょっと取ったらなくなるかもしれんけんやるみたいなんで、ああ、やりますとかって、もうめんどくさいんでやりますとか言ったら、ごめんねって、がんが出てねみたいな。ええみたいな、そんなことあるんやと思って、あ、でも逆に良かったかなと思って、早めに見つかって、これが3、4年後自覚症状出てからだったらもうね、ステージが進んでっていうことになるので、もう検診受け取ってよかったなと思いました。やりたいことはやろっかなって 思いました。いつね、そのがんとかなんかこう病気だよって言われることがあるかもしれないんで、まあやりたいことは楽しみたいし、こうやろっかな、我慢せずにやろうかなっていうのは思うようになったんですけど、でもこう結局手術してある程度落ち着くと、なんか元に戻ってるような 感じもしますね。もう早く手術しようっていう 分かんないですけどね、その状況にもよるし、あれですけど、まあ、できるなら早く。で、私はその地元の病院でもできるよって言われたんですけど、ここのがんセンター選んだんですよ。でもがんセンター選んどったから、そのなんか一緒にこう戦う人たちを見ることもできたし、なんか自分は全然まだまだいけるなっていうか、そのなんだろう、もっとね、症状重い方とか、いろんな方とこう話を、同室になった人といろんな話をさせてもらって、なんか元気もらえたというか、そういうのはいっぱい経験したんで。まあ、なるべくその、なんていうの、症例数の多いところで、早めにこうね、やれることをやってもらったらいいんじゃないかなとは思います。ただ私の場合、腺がんって言われて、腺がんなんかって知らんくって、母親の時そこまで調べてなくって、がんでも2つあるんよって、扁平上皮と腺がんあるんよって言って。で、腺がんなんだよーって言われた時に、腺がんって何？って思ったんですよ。で、あ、腺がんの方がやばいんじゃんっていうのがあって、だからなんかやっぱり早めに見つけたことが良かったんだなとは思うんですけど、どうですかね。でもやっぱり怖いんかな。いろいろみんなの総合して、がんになった人の話総合して聞くと、やっぱりちょっと怖いかなとは思うんですけど、まあ早く見つけることがやっぱり一番大事かなと思います。